日本航空日本航空株式会社日本航空とはかつて東京都品川区に所在した定期航空運送事業を中心とする企業グループの経営の統括を目的に設立された日本の持株会社である。略称は JAL、日光も使用されていた。日本航空自身は航空運送事業者ではなかったので航空会社コード無線呼び出し名称とはなく グループの各航空会社に航空会社コード無線呼び出し名称が付与されている。2010年1月19日、経営不振、債務超過を理由に日本航空、子会社の日本航空インターナショナル、JAL キャピタルの3社は東京地方裁判所に会社構成法の手続きを申請、受理されたことを受け、 株式会社企業再生支援機構を支援者に経営再建の道を図ることとなった。口述の通り、2010年12月1日をもって事業会社たる日本航空インターナショナルに吸収合併されたため、2011年4月1日に同社が日本航空株式会社に称号を変更するまでは一時的ではあるが、日本航空という名の法人が 日本航空グループに存在しない状態となっていた。日本航空の取締役会は2006年6月30日に大規模な公募増資を行うことを発表した。この公募増資は発行済み株数の約37%に当たる7億株を新規発行しておよそ2000億円を調達するというものであり、調達された資金は機材購入や 転換社債の召喚に用いられると思われる。だが、2日前に行われた同社の株主総会では、この公募増資に関して、株主に対する明確な説明はなされておらず、総会のわずか2日後という時期での増資発表には、株主軽視との批判がされた。その後、増資は実施されたが、1400億円ほどしか資金が、 集まらず、目標を下回った上に、株価も一時的に大きく、値を下げた。ただし、この増資に関しては、香港のファンドが空売りを仕掛けて、価格を下げるよう誘導したとして、証券取引等監視委員会が、香港の証券規制当局に関係者を処分するよう、働きかけている。2010年、日本航空及び企業再生支援機構は、 再建の一環として大幅な人員整理を打ち出した。中でも上院204人に対して行われた同年限りでの整理解雇に対しては、労働組合をはじめとした内外から必要4要件を満たしていないと疑問と批判の声が上がっており、組合の申し立てを受けた国際労働機関から日本国政府に調停が行われている。 会社構成法適用1周年の2011年1月19日、整理解雇を受けた上院たちが、地位保全を求めて提訴。なお、整理人数については1500人に対して1700人の希望退職があったという。ジャルグループは、グループ全体で、売上高が航空業界世界第3位の巨大航空グループであった。なお、構成企業は、 株式会社日本航空直接の連結市会社、日本航空インターナショナルの連結市会社、旧日本航空ジャパンの連結市会社と大きく3グループに分かれ、実質旧会社の体制を引きずりながら、JAL グループとして事業を行っていたが、それが一連の安全に関わる事故の原因の一つとされ、グループの組織改革により、主要企業はすべて日本航空直接の 連結支会社とすることで、グループとして、経営支配関係を、明確化する作業を行っていた。JAL グループは、国際航空連合、ワンワールドに加盟しているが、のある、航空会社は、経営施策上ワンワールドには加盟していない。日本航空システム発足当初は、貨物事業を、日本航空カーゴとして分社する計画だったが、航空協定上の問題があったため、 日本航空インターナショナルの事業とした。2009年9月末の時点で、東京会場、日動火災などの金融機関や、東京急行電鉄が主要株主となっていた。東京急行電鉄が株式を保有しているのは、旧ジャスの親会社であったことに由来する。なお、東急は2010年1月14日までに、全株式を売却した。 個人筆頭株主は、元衆議院議員、糸山栄太郎で、一時期、エグゼクティブアドバイザーを務めていた。また、2009年9月11日には、世界最大の航空会社である、デルタ航空と、業務提携を交渉していることが報道された。交渉が成立した場合、デルタ航空は、日本航空の主要株主となる予定であった。 これを阻止するためにことを唱える形で2009年9月18日には日本航空と同じくワンワールド連合に加盟するアメリカン航空が同じワンワールドに加盟するブリティッシュエアウェイズ及びカンタス航空と連合で出資を検討していることが発表され加えてデルタ航空側も所属するスカイチーム連合のエールフランス KLM の出資を 検討していることが発表された。仮にスカイチーム陣営のデルタ航空と交渉が成立した場合、スカイチームへの移籍が濃厚となり、これが実現してしまえば、ワンワールド陣営にとっては、現状アジア最大の航空会社、かつ北東アジアの主要ネットワークを担う、日本航空が抜けることで、大打撃になりかねないこともあってか、両国連合ともに熾烈な交渉合戦が、 繰り広げられた。その後、企業再生支援機構は、日本航空の再建に、会社構成法を適用し、外国航空会社の出資は受けない方針としたが、両陣営にとって、依然、日本航空との提携の獲得、あるいは維持は重要な問題であり、引き続き業務提携をめぐっての交渉合戦を繰り広げていた。2010年2月9日、日本航空が、 アメリカン航空と業務提携強化を決定した。会社側では、報道機関へは、日本航空と読むように依頼しているが、会社4機法などでは、日本航空とされており、また、会社定官の英語訳でも、日本国となっている。なぜこのような差異が生じたのかは、会社側でもわからないという。テレビ朝日サイト内、日本語学習庁日本語研究室13。 日本の読みは、日本日本 ?2010 年3月28日閲覧。JET Stream では、日本航空。AB、株式会社企業再生支援機構による支援決定及び会社構成手続きの開始決定等に関するお知らせ。日本航空。2010年1月19日閲覧。AB、 株式会社企業再生支援機構に対する再生支援申し込み及び支援決定、並びに会社構成手続き開始申し立て及び開始決定に関するお知らせ。日本航空企業再生支援機構。2010年1月19日閲覧。週刊朝日2007年3月9日。号、驚愕のスクープ。JAL 極秘客出場無印監視ファイル社内スパイ案約。 株式会社企業再生支援機構に対する再生支援の事前相談の実施について日本航空2009年11月17日閲覧 JAL グループ平成22年3月期第2四半期連結業績の外況について日本航空2009年11月17日閲覧 JAL が会社構成法適用を申請 事業会社で戦後最大の破綻。ロイター。2010年1月19日閲覧。経営体制について。日本航空。2010年1月20日閲覧。JAL ファイルズチャプター15プロシー e e d i n g in New y ー r ーロイター。2010年1月26日閲覧。日光再建対象の CDS。生産価値20%に決定。 日本経済新聞2011年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年4月29日閲覧日光主要三社統合へ2兆円負債を一本化再建カット交渉円滑に産経新聞2010年6月25日閲覧構成計画案の提出等について日本航空 2010年11月5日閲覧日光の整理解雇 ILO、朝廷に動く老祖側の訴え受け政府対応、問われる、新聞赤旗パイロット原告団結成、日光の不当解雇に負けぬ、新聞赤旗、運送の共同引き受けにより、全便を、ジャル便として運行、運送の共同引き受けにより、全便を、 ジャルビンとして運行、運送の共同引き受けにより、全便もを、ジャルビンとして運行。一部の便は、運送の共同引き受けにより、ジャルビンとして運行、ジャル投資家情報、日本航空の概要日本航空株主、通信ボリューム19等級、全株を、売却損失90億円東京新聞2010年1月15日、アーカイブド2010年1月16日、 アットザウェイバックマシン、日光、米デルタ航空と、資本提携交渉メディア報道はフップ部2009年9月11日、配信時事通信2009年9月18日配信、BA などと連合で、出資検討イコール、日光との提携で引くアメリカン航空、日光、米航空の出資受けない、方針 CEO は、 京セライナモリ氏に打診アフップブ2010年1月11日配信。ありがとうございます。